元秘書の石川智弘議員らの逮捕を受けて民主党の小沢幹事長は幹事長の続投を表明しました野党は批判を強めています検察と戦うとなんかこうおっしゃったようですが戦うというのであれば自分がやましいことがないというのであれば堂々と 事情聴取にも応じていただく、あるいはまして、堂々と国会の場で、自分の潔白を説明する責任。幹事長続投ということは、あこの今回の逮捕の事件の推移とは反対の方向のように思えます。このの点についてなお一層の ご本人の説明責任、そして政党としての事情能力の発揮ということが求められることになると一方、小沢氏と距離を置く渡辺元衆議院副議長は、岡田外務大臣や戦国行政刷新担当大臣らと会合を開きました。今後ののの鳩山政権や国家運営への影響について意見交換したものとみられます